はい、じゃあ9時半になりましたんで、そろそろやりますね、大会。じゃあエントリーまだの方はエントリーお願いします。お、いきなり「火で好き」とコメントが。これ火ではいくら払ったんでしょうかね。ヒデ好きってコメント打つとヒデからいくらもらえるんでしょうかね。お、体で払ってくるやばいっすね。はい、やりますよ大会。まあ、今日は特に希望がなければ、まあ、紅白戦ということですが、まあ、なさそうかな。はい、大会やりますよ、やりますよ。あ、ちょっと遅れてくる人もいるんで。はい、エントリーまだの人お願いしますね。そろそろやりますよ。あ、お願いします。はい、あ、みんな書けましたかね。見た感じ茶坊主さん以外書いてない。茶坊主さんはだけ書いてない感じですか。あとは大丈夫ですかね。遅れてくるのが2人なんで、まあでも偶数は偶数ですね。偶数12。はい、じゃあ今日のリーダー2人決めたいんですが、勝手に決めちゃって大丈夫ですか。まあ大丈夫そうですね。さあ、じゃあ今日紅白戦でリーダーなんですが、じゃあどうしようかな。あ、そうだってはい、じゃあどうします。リーダーやりたい人って言っても絶対名乗り出ないからね。あ、どうも、あ、小高書店っぽい人です。僕もこれどうしますかね。いや、似てるね。まあどうやって合ってるよ。はい、というわけで本人かと思いましたね。うん、すごいっすね。体で払ってくれますって、やばいコメントついてる。さあどうしよう。ヒデ好きってコメントを打ち込むと、ヒデが体で払ってくる。どういうことや。報酬を。さてどうしようかね。東大戦ね、どうしよう。あー、暑いね。いいね。じゃあそれで山本さん、破天荒さん、カウンターまで1分以内に来てください。徴兵されました。徴兵制が発動しましたので。あ、いい。なんか前もこの2人にやってもらったような気もしなくもないですが、やっていただきましょう。東大戦です。あ、じゃあリーダー変えますね。そしたらヒデシャルあたり、それともヒデピロシ。あ、じゃあキャラかぶってる人とか。キャラかぶってる人。春麗使いが苗場さんと山本さんでいいんじゃないですか、それだったら。そうあー難しいね。おピロシさんとチャボーズさんいいかも。あれいやちげえよと。かなり首をかしげている。8192分の1を引くタイミングはここじゃねえと。竜ああなるほどですね。じゃあそれでいきます。難しいね。じゃあ苗場さんと山本さん。苗場さん。苗場さん。あ、電話中だった。電話中はまずいかな。あれですね、今ミリオネアでテレフォン発動ですね。そんなのあんの今。ミリオネアっていう番組知りませんか。いやそれは知ってる知ってる。テレフォンと50/50とオーディエンスっていう3択があって、テレフォンって俺が知ってるミリオネアにはなかった。マジっすか。50/50はあった。50/50とオーディエンスもあった。テレフォンあと2択になるやつもあった。それはテレフォン50/50でしょ。じゃないあれもう1個ぐらいなんかあったよ。もう1個テレフォンだっけ。テレフォンあそっかそっか。なんかどういうことよ。俺生活できませんから、そんなん払ったら。いやヒデ好きってこうコメントした人には500万払ってください。いやごめんなさい。あ、苗場さん今大丈夫ですか。じゃあ苗場さんと山本さんで東大線形式リーダーやってもらいますので、 1P2P 決めてそれぞれ取り合ってください。 1P2P じゃんけんと、あと取り合いのじゃんけんも2回ありますので、まず 1P2P じゃんけんから。さあグーはい、どっち 1P 山本 1P たら山本 1P もう一回じゃんけん。え、これ2キャラ？ 2キャラですね。それとも完全1キャラ制の2勝選手みたいな。2先？そうだから多分6対6じゃないですか。だからメインキャラオンリーで先に2勝した方の勝ちみたいな。多分12キャラでやるのとそんなにあんまり変わらないのかなって、進行的には。友田さんお疲れ様です。いやちょうどで今日どうします？メインキャラの方だけの方がいいの？サブキャラはなんかやりたくねえよっていう。いやーまあ別にやってもいいですけど、なんかたまにはこうガチっぽくやってもいいのかなっていう。そう多分サブキャラ込みでやっても熱いと思うんですけど、逆にこの先方だけ決めて2先2勝選手のそうかぶせ合いっていうのも激安かなっていう。おおそう順番固定せずにっていう。固定しない方がいい。どうでしょうそんな感じで今日は。なのでそれでいきませんか今日は。多分まあついに山本さんもおっしゃってる感じですし。じゃあ2先？じゃあ2先でメインキャラのみで行ってみましょうか今日は。じゃあそれで考えると2先はあれです2ゲームいや2勝した方の勝ちですね。6対6でやり合って1勝しました。で6対6でやって相手チームが1勝しました。そしたら3周目でどっちかが 2勝した方が勝ちっていう感じですね。ああ何東西戦を3回やるってこと？東西戦を最大で3回最短で2回。これちょっと長いな。長いか。どうします？いや2先っていうからてっきりだからでいっか、いつも通りいつも通り。ああなるほどでかぶせ合いはかぶせ合いって形で順番決めずにいいかな。でもなんかほら順番決めるのちょっと難しいっていう風に言ってるから、出たい人が出ていくみたいな感じで今日はやってみようかっていう。なるほど。じゃあ2キャラ持ちかぶせ合い、先方のみ申告、それでいきましょう。先方のみ人とキャラを申告でいきましょうというわけで、2キャラいっていきましょう。バイパーさん、ホークと何ですか？ワンピース2Bによる。なるほど難しいまあいいんじゃん、別に先にキャラ決めとかなくても。そうですね。じゃあそれで取り上げしましょう。各段階でね。お、ハーくんさんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。ああそうですね、そっかそっか。かぶせるキャラ決めちゃうとかぶせできないですよね。確かに。じゃあそうしましょう。でそうすると誰がどれくらい使えるか分かって取っていった方がいいと思います。そうですね、いろんなキャラ使えるっていうのも強みなので、とりあえずざっくり読み上げると、バイパーさんはホーク、リュウ、ガイル、あとベガはちょっとキャラが弱えよって言ったんでちょっと候補にないんでこの3キャラかなって。ヒデは多分チュンリーオンリーですね。で破天荒さんはリュウとエッサが、苗場さんチュンリーとガイルかな。でピロシさんはホンダとピロシさん、あと何使えるんだろう謎。シャルさんはバイソンと DJ とくらいかな。あと竜も使えるね。で山本さんがチュンリー竜でお茶丸くんがバルログホンダかな。で友田さんがバイソンとベガとあとなんだろう、まああと竜とかひょすなく強い。中島さんガイルと竜とチュンリー使える。あチュンリー微妙だな。ホンダでしょホンダ。湘南さんは竜と湘南さん竜オンリーだな。でチャボさんはサガとエッサガブランカあたりっていう感じなので、それも踏まえて取り合いをお願いいたします。じゃあ取り合いじゃんけんをお願いします。はい、じゃあ山本さんから。はいどうぞ。はいはいはい、それはないですね。それはないです。はい、お、なんとチャボさんから。まさかのここから取りマジか、これは新しい。さて苗場さんはどなたを？お、マジでいいんですかちょっとね、マジで俺先に取るマジかこれちょっと波乱の、これはかなり意外な展開友田さん、まあそうですよね。はい、さあシャルさん、確かにシャルさんより先にヒデを取るってシャルさんより俺マジで俺の方が評価高いないかえイエーイ。次はだけどお、ここで中島さんを、じゃあここでバイパーさんかな。どうなんだろう。さあ僕個人的にはバランスを考えるとどう考えてもバイパーさんかなって。ここでは安定ですね。はいはい、3山本さん。残るは湘南、お茶丸、ピロシ、破天荒。ピロシさん、おお、はい、あと湘南、お茶丸、破天荒かな。龍はかなり強いけれどもサブがいないっていうところだけど破天荒さんはエスサガットも使える。でお茶丸くんはバルログホンダ、まあバルログが嫌だっていう感じで僕も選びづらい。これはお任せします。S 流はあり？ S は別キャラ？同じキャラはどうしようか？ S 別キャラにします？前と同じように。まあじゃあ S は別キャラで。じゃあ S は別キャラ扱いで。はい、じゃあ苗場さん。湘南さんで、はいはい。じゃあ残るはお茶丸くんか破天荒さんか。じゃあひろしさん取っちゃったんで破天荒さん。お、破天荒さんでお茶丸くんが 2P。 はい、じゃあ決まりました。皆さん、の試合ちょっとストップでお願いします。2キャラ申告してください。もう順番決まってないから書かなくていいのかな。順番決まってないから、とりあえず自陣のチームの名前とキャラだけここにボンボンボンって6つ目まで書いて、で相手チームの名前書いて何が出てくるかで、それでバッテンとかって形で潰し合いしていった方が分かりやすいかなと。今回はその紙はご自由にお使いくださいってことで、はいはい、決まりました。そうですね、まず左に名前書いて右側に1キャラ目2キャラ目って上下って形で書けば、結構自由に使えるんで発表します。 1P 側破天荒ピロシ山本友座中島茶坊主。 2P 側バイパーヒデ苗場シャルお茶丸湘南となっております。皆さん2キャラ目申告してってください。リーダーの人たち困ってるんでお願いします。いや、これ激アツ。かぶせだから別にキャラは申告しなくてもいいね。キャラ申告しなくていいか、うん、そうかそうか、出るときにキャラ申告しなくていいんだ。そうだそうだ。じゃあやっていきましょう、大会早速。とりあえず1P 側は、1P 側筐体の前で山本さん周辺に集まってください。で 2P 側のメンツは苗場さん奥ですね、苗場さん奥側の筐体に行って苗場さんの近くに集まってください。で先方はここにいる、店員のハデさんと僕のあたりに申告をお願いします。いやね、先方はい、先方大事ですね。で俺まだ風邪ひいてる状態なんですけど、こんなに声出していいのかっていう疑惑が若干ありますけど、あ、風邪火曜日風邪ひいて矢口心理状態まで陥って結局バーサスちょっと行ったんですけど30分から50分くらいスト2やって帰りました、結局。あらでよくやる吉さんの竜かなり強い竜なんですけど、うん、反応遅くねっていう風に 4、5戦やって言われたんであ、これダメだ、マジで風邪なんだって思って、まあ、その日実際熱発してたんで。ハデさんは実際にはふさふさです、残念ながら。ハゲてないんですよ残念ながら、はい、ハゲなのにふさふさというこの謎のクオリティ。さあ先方申告でお願いしますね。1P、2P。1人2回は絶対戦う。そうです。1人2回出る感じですね。あ、もう順番です。いや、順番は自由です。はい。先方だけ申告していただいて、あとは自由です。同じ人が連続で出る必要はない。2P側決まりました。先方。1P側申告お願いします。の。同じやつですよ。同じやつ、マジか。さあ、じゃあ先方を両方ともね聞きましたんで、はい、じゃあやっていきましょう。先方俺らしいです。さあ 1P 側の先方がほぼ山本、 2P ヒデ。さあやっていきましょう。さあ先方はほぼ山本チュンリーとヒデ S チュンリーになりましたね。ああ、最近大山久しぶりに来たんですけど、ヒデ S チュンは結構出てるんですかね。まあ死んでますけど、なんかこうサブキャラ使わざるを得ないときは結構見ますね、ヒデ S チュンは。なんかなんか気候を打たないのかな。あ、打った打てる。このチュンリー打てる。おっとタッチ中パンの判定がちょっと小さいんですかね。 S はどうなんですか。というよりチュンリーのしゃがみの判定がっていうやつだと思う。しゃがみの判定のせいかうんですけど、よくわかんない。あ、百列は多分飛び着系とかが全然強いんで S の方が強いとやりたいだけみたいな。多分まあこんな感じであれが詐欺臭い強さを露骨にジャンプショー系を使っていく。ちょっと鬱陶しい感じでやってますね。おっ、転周逆。S の置き攻めに来られるとスピバーぐらいしかないんで。あ、死んだ死んだ。帰ってきました。あ、いいよ。事故対事故。ヒデさんどうでしたか。いや、これ中国戦隊結局投げが強いんで、さあこれは誰？お茶丸さんじゃないですか。マジか。違う？お茶丸さんの残儀。お茶丸残儀。まあよく使ってますよね。え、マジ？ああ、そうですね。中野とかでよくやってますよ。あ、本当？はい、さあ、チュンリーの一つ一つの技が強い。投げて、これはスクリュー確定。もう一回いってるよ。じゃんけんポン。あ、これは。ああ、激アツ。投げる。投げるか、そこで。これでまあまあね、あれ二律背反ってどんな意味でしたっけ。二律背反ってなんだっけ、語学力がね、二律背反ってなんすか。マクロスの歌詞でしか知らないですね。マクロスの垂直弱形、これが強い。チュンリーの壁が、しかしチュンリーを洗い流すためにザンディガクルーがなんかチューキックがペシペシ当たる。スクリュー掴まれず、ただ飛んでるだけなのにこのキャラ強え。どうなっているんだ。テンションは当たる。これはまだおっとテンション試合終了の予感。弱点垂直ジャクティックの壁が、さすがね山本さんリーダーで自分から行くと素晴らしいですね。もう見立てですよこれ。竜で行けばよかったわ。いや最近ね秀竜ね昇竜ちょっと出るようになったんですよ、昔より。2P 限定とか 1P 限定です。あ、珍しいね。 2P ね、なんかね、てかねグニャンってなんて出ないんですよ。グニャンなんでそのなんかなんか言ってる俺もちょっと笑っちゃったんですけどいや本当になんか昇竜出す時にグニャンってならないとなんかちょっと出せない感じになって、グニャンって肘を曲げないと。さあ投げて、これは確定がそばっただけだったが、さあ山本チュンリー円柱パンとか中キックでしっかりと押していくが、ここでもらって、これは表疑惑だったか。投げに行く、死なねえ減らねえ。さあセンレスはたまったか、当たってしまう。あそこはガエルが弱ソニ打ちたかったですね。強ソニじゃなくて大抵もうセンレス吐かせたいからもう弱ソニ打って相打ちで OK っていう状態を作り出す。でしかも戻りもソニック速いんで大体食らわないっていう場合が多いですね。さあ投げて打ち身がない。あ、ちなみにガイルは苗場さんです。はい。さあ追い込んではいるがジャクソニだぞ、ジャクソニだぞ。おお、事故った、危ねえ、よくガードした。さあここからチュンリー側はゲージを貯めたいが、あと飛行圏8発は遠いぞ。あと7回。ああやばい、事故セーフ。あ踏まない三角投げ返した。危ねえ、怖えなこれ。さあこわサマーが出なかったか。飛行圏ああなるほどね。背中中キック飛行圏。さあこれはめくりに行きたい。ガードされるが投げて、さあこの体力を大事にしたいガエル側だが、チュンリーはお構いなしに飛んでくる。そして投げて、さああと1回で飛行機1回でたまりますね。裏手バッチリ、いい飛び。はい、さあジャクソニ競争にはそうジャクソニじゃないと。オッケー、おいしい。ダメ、実況は中立な、ネスこもっちゃうんですよね。さあ、ここはソニック体育。ナイバさん止まってさあやっと止めたスーピー側。エスサーが来ました。さあ普段はニコニコ笑顔の破天荒さん、しかしエスサーが使うときは違います。この男、黒い笑顔を持っています。あ、そうなんだ。いや、この破天荒さんのエッサが使ってる時の横顔見てください。ちょっと黒く見えます。ちょっと見てきますね。気持ち黒く見えます。多分そろそろ俺も出ないといけないんで、はい。さあスタイクバッチリ。これはさすがに厳しいっていうか、早えタイガータイガー。さあ、これは浮き身が取れないので、いや取れますけれども、さあ踏まないが一気に矢口まり、飛びがなんとか入るが、依然として体力もあまりない。厳しい、どうする。さあこれは見たが、おおいい飛び、しかしうわー、立ち台停滞空バッチリですね。あ、破天荒さん笑顔ですね。黒い笑顔、黒い笑顔黒い笑顔ですやはり強キャラ使った時の笑顔ってちょっと黒く見えますよねエッサがにかぶせるならまあダルシムとかなんだろうけど、でもダルシムでも完全有利とは言えないですね。X サガットだったら完全矢口心理状態だったんですけれども、エッサガだと結構まだいける部類になってしまうので。あ、S 流、これはいい選択ですね。これ誰でしょうか。あ、湘南さんの S 流。さあ湘南さんの対空精度はなかなかのものなので安直には飛べないぞ。さあタイガーと後ろから劇が飛んで打ちまくる。黒い笑顔の破天荒さん普段通りマジか。さあ打ち合いはおおいい波動、これはうまい。さあぴょんぴょんしてるだけでは何も通しませんよと。さあ最初はお互い剣だったが、んタイガーさあこれは何も入らない距離 S 流なのでマリオパンチもない。それがちょっと痛いところであるが、さあタイガー打ちまくる。さあこれはいい鳥が入ってマジか、中昇竜で避ける。さあうまく避けてはいるが攻めに困ってるところで飛びが入って弱小竜おすりがお互い入らない。さあこれはいいボード、さん守りたいが体力逆転したぞ。ラーディエル投げたかー。やばい、喉俺いかれてんのになんで俺こんな熱い実況してるんだろうっていう。完全に喉死ぬわこの状態だと。さあ S 流に勝てるキャラ、これは 1P がかなりちょっと苦しめられる展開になってしまったのかどうなのか。さあまあ現ステージが終わる前あたりまでには動いた。友田さんの友田バイソンですね。ここ中盤の山場と見たか、僕もそう思います。さあよい棒が当たらない。しかしゴチゴチされて3。友田さんのバイソンはね勢いがあるんですよ。さあお釣りが入らずさらにゴチゴチされて、これはガードで OK。よくガードした。しかしここで大足を差し込む。あれ中足からクレイジーってあれ持続じゃなくても入るんだっけ。連キャンだったかな。連キャン連絡かかんないよ。あ、連ならないかまあただ結構難しそうに僕は見えますけどね。僕はですけど、さあこれアントビバッチリ。よくね。さあこれはちょっと逃げすぎるとバイソンの前になってしまうぞ。よくガードしたが、あーこれね。さあ厳しい。どっちまだ大丈夫。ちょっと待ってからの中盤グランド激安。まあ真空ないからああなると苦しそうだね。そうですね。あそこは5をガードしてバックジャンプまでは OK だったんですけど、多分あれ以上下がりすぎるとバイソンが一気にいってしまうっていう流れに、なんかその画面上から感じるものがありましたね。さあシャール DJ ですね、おそらく。あ、もう止めに来てますね。いや大正解ですね。あ、円台系これ強い。さあタイルがゲージがたまる前によく出した。投げ今のはですねグランドのガード硬直を利用した投げに行きたかったんですが、シャガチューキックが早く派生して勝ったっていうところですかね。あれ強いね、本当あれ強いですね。長見チューキック。さあグランドどっちチューキック強い。さあ安定削りで大パンが強いんです。まあ大パン置き大パンが強い。円台キックソニックじゃないけどソニックよくガードしたがどっち投げ返す。止めたなシャル DJ さあこれは 1P 超苦しいぞ。 DJ は困るぞ。この DJ どうやって止めるんだ。龍かガイルがいい。おさあここで中島ガエルを出す。さあ 1P 側に止める手立てが欲しいと、ここで中島さんのガエルを投入。さあこれ激安カードですね。回転数の遅い方が徐々に画面端に追いやられてダメージをよくもらってしまうという、お互い画面端を背負ったら苦しい、そういう組み合わせです。さあ3割体力ゲットしてるので守りに行く中島ガイル。ここは冷静。そうだね、ここはもう守った方がいいねそうですね、やりに行くとこういう風になってしまうんです。もう永遠と下がってソニックがよく踏ませた。フォレスト2ならではですね、この踏ませ方安定してますね。自ら前に出て画面をずらして踏ませるという、画面端の位置を調整して踏ませるっていうのは一つならではの本当踏ませ方なんで、僕はあれ好きなんですよ、本当にああいう踏ませ方。なるほどさあ投げてちょっと高いぞ。さあうまい確定。しかしよくダメージは取れている。さあ冷静、よっしゃが中盤、しかしこっからまだ逆転の目が、うまいフォローが効いている。うわあ、よくよけた。あれは何、いやあれは DJ のバックジャンプはおそらく投げ読みですね。投げ読みと最速で5パン出したので、投げの中パンとかにやっても多分おそらく勝つであろう5パンかなって思います。まあ実際勝つかどうかは分かんないですけれども、そんな感じですかね、おそらく。そうですね、クラゲだと途中で消えちゃうんですが、そこはもう出してバックジャンプを見て、すぐに後ろに下がるようにして踏ませるっていう踏ませ方がありますね。僕はあれ結構得意としてます。さあ DJ 側が押されているが、よく押せてはいるしかし阿部中が強くていいですね。中島さんだから中中かな。さあ見事止めました。さあガイルを殺すならやはりダルシムなんでしょうけど、やはりダルシム、冷酷神髄カードでいきたいところだが、ダルシムいないいないいない、いややってないやってないさあここでお茶丸くんバルログか、これはきたー、バルログきたーさあ地上がスライディングと中盤の爪でかなり苦しい組み合わせです。あ、うまい。そうヒョウはね、あんまりヒョウはねちょっと有効打にならないんですよ、このカード。ガイルはそうだね、投げる打ち身がない、超痛い。さあしかしヒョウにもう1回アウトビーからおいよく出た中盤、しかしおーよく食べている、そのままいく、どっち、爪なんかいらねえ、そのまま削るのかあそこ読み負けですねガイル側あそこ完全にダブル様で死んでましたね。いやまっすぐ来るのは大正解ですね。一つの醍醐味ですね、じゃんけん、じゃんけんの強いやつが勝つ。ひょー、さあこれは表、おそらくあーこれは安い、お、入ったか、どっち、これは行くのか、行っちゃうちょおっとスラ、さすねはいだが、スラさんはまっすぐ行く、まっすぐ行く、行った、俺はハスラーさんじゃないんだぞと、爪はいらねえんだと。サブ、これはバルログを倒すなら何になるんでしょうか。いないお、あ、ホンダ、なるほど、あ、S ホンダ、 S ホンダこれ投げまくっていいですね、 S なんで。これはまあいいですよね、バルログにホンダは。さあしかしうまい、あれね、ゴッツァンチョップが、しかしこれでも負けてるんですよね、体力。悲しいことに、悲しい、いやマジか、出た、ああもうやりたい放題か。お、しかしおいちょはめとかがないので S ホンダ若干苦しいが、うわー連打が出なかったか、中盤連打、むしろなぜかバルログの方が張り手を出してるバリの連打音がしてましたね今。 2P 側から連打音が聞こえますね。テーラー出ます。あーこれはもうバルログの世界、しかしゴッツァン、投げ返される、うまい、投げ高いけれども投げ返し厳しい、どうする、さあやりたい放題のお茶丸バルログ、さあ引っかかった、どっち、あー早かった、どうする、最後はしかし張り手、熱い、どうすんだこれ、まさかの、いやあれ多分ねどうせスカイハイクローだろうのコパンでしたねそうだよねさあもうバルログの心理を読み切ったそうですね、最後はどうせスカイハイだろみたいな心理の王をついた感じでしたね。さあここはちょっと2ラウンド目のスカイハイ読まれたので、もう心が折れてましたね。完全に折れてましたね。さあここでバイパーさんが行く。流れ変わっちゃいましたね。しかしバイパーさんが何で行く、フォークマジと見せかけての、まあ本田、おお、あ、まあ本田ならそうですね。さあここで無職ですね。さあしかし画面端に追いやられると、さあ昇龍、大昇龍、根元から、これはいい。さあおっ、あー出ない、そうそうそう、ああ投げれない。今のはちょっと揉めませんでしたね。うっ、今音ペチって中キック、小キックじゃない、小キックマジっすか？ S はね、マジっすか？そうペマジっすか？3種類のね、ペチって言ってるのにこけるのはやばい。さあバイパーさんが苦しい。さあ弱オカマキックやばいあ、強いぞこれ、どうすんのこれ。さあピュリッチ、大勝利。さあこれでゲージも溜まったのでちょっと安心か。さあ空中で避けるのがちょっと激ムズな、S ホンダは難しいよね。戻り早っ、ああ出すよね。さあゲージ回収を先にやったバイパーさんであるが、体力リードもバッチリですね。しかし画面端だ、寄ってくる、寄ってくる、大田さんまで頭突き、まあとりあえず離したから大手でしょう、逃げてやから、怖い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 、困った時のシャガ中パーバレもいいんですが、さあちょっと熱いぞこの対戦。ああもんで投げ入ってガードした、おかま、いや、いい釣りでしたね。素晴らしい。あれはもう打っちゃいますね。俺言っとく、どうするおお、湘南さんの X 流さあ湘南さんですね。すいません、ちょっと若干喉やばいんでちょっとボリューム下げますさあ湘南さんのね本田戦はね結構手堅いんですよ。しかしあ投げ入って、うわうんめえ、うわこれですね S 本田。今の永田さんの影がちらつきましたが永田正月さんが見えましたね、ちょっとね。しかし見間違えないでいただきたい。今やっているのはピロシさんです。ピロシ正月さんか、1月1日生まれではありません。あしかしこうなると本田厳しいそうですね。わあオカマの戻りあれ多分中キックかな、オカマ小キック弱かな、うん、同じですよね。あれ戻り早かったんでガード、さあうまい、さあよーにじみ寄ってくる。しかし波動を踏んでこれで龍の間合い、さあ張り手まして、どこでも来るな、怖えな。おかまが怖え。あおかまと大足が噛み合った。あで返したのはなんと湘南さんだった。さあどうするかな。お互い今残り人数何キャラずつ把握できてないですねこっちも。さあチャボーズさんが大体みんな1キャラずつですね。まだタイガー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 似てないとタイガータイガータイガー難しいね、モノマネするの。はいね。さあモノマネ大会は残念ながら2人とも赤点でした。俺はさあ実況に戻ります。うまい竜巻からの台足、波動拳の数を数えてたのかな。どうですかね。さあゲージ開始完了。おわっ中ゴス、うわ真空、この距離は前段ですね。2発目まあ真空はね3回打つくらいね貯めといてもいいと思うんですよね。ミニタイガーとハゲタイガーの似てなさにくさ似てないだって俺ら。似てない？いや結構似てますよ。マジか、俺似てると思ったんだけど。タイガータイガータイガー。さあこれは上タイガーをさあオーディエンスからおめえら似てねえよふざけんなっていう声が出てますが、おかしいなおかしいな。さあ実況に戻ります。これはお入った。前段しゃがみぐらい確認、つながってましたね。しゃがみぐらいなんで入りますね。台足が入らない距離ですが真空なら入るっていうやつですね。さあもう一発貯めてやろうと。貯めたリュウユリアやる。真空波動拳全部当てていきましたね。マジか、やばいですね。あの距離のタイガーに合わせるのやばいですね。あれ見てからだったらかなりやばいです。かなりやばいですね。さあやっぱ X 流ね、真空波動拳のありがたさ。そうですね。ね何せ画面端でこかした後に生波動を真空5ドットで大波動で7ドット削りがほぼほぼ確定してるキャラなので、ある意味すごいですよね。今度は X サガットチャボーズさんの、そうですね。さあやり慣れてる X の方がもしかしたら、そうですね、それはありますね、やりやすいのかもしれないですね。硬直がね違うっていうのはかなり鈍らせますからね、やり方が。さあ真空をチャージ完了。アイゲーアイゲー。さあ踏まない。さあ打つ。これは全体ヒットに入らないやつですね。これはもらって OK のダメージでしょうね。初めて来たがバーサスの実況と比べると、そうですね、バーサスの実況とはちょっと指数はだいぶ落ちているので、ちょっとその辺は申し訳ございませんというところですね。そうですね、ちょっと専門的なことはなかなか言えないんで、ね、そうですね、僕も、チュンリーに対してのことはしっかり言えるんですが、他から全く分かんないんで、ノリと勢いで実況してる感じですね。そうですね、ゆるふは、うん、もうやりたい人がやってくださいっていう感じで、そうですね、まあ大体ヒデ実況になってしまってるところがあるんですけれどもで、ヒデが言いたいことだけ言っていくスタイルっていう、さあ大弱小龍だったがバッチリ出る。さあ湘南龍ノリノリ、おおこれは美味しいよ出方、いいですね、今のは運がいい。さあよだれが出そうな感じのコメントだったが、対空難しい今の距離は。さあもう一回チャージしそうだ。さあためた、厳しい、歩いて吐かせたいが時間がない。ガード昇竜暴れ、あの昇竜の後にこの体力差を埋める技はないですね、さすがに。確かに打ち得っていうか、まあもう打っとけって感じですね、今のは。さあ次はどうするのか。ブランカブランカやばいっすよ、それは。本職の竜にブランカは結構、竜なら事故る五分だから。お山本龍、さあ龍々ですね。さあうまい、あれうまいですね。あそこをシャガ台とかで落とさずに波動拳で落とすっていうのはすごいテクイですね。うん、さあもうね、ああ空中3ヒットだから発射。いやー押している。あの扉全然 OK ですね。昇竜出なくても全然 OK の扉なんで。でもつわものになるとあのゼロドットで安直な飛び見せると大勝利で落とされて、距離わからん殺しをずっとされる可能性すらあるので、超つわものに対してはあまりやってはいけない手段かなと思いますね。特に川又さんクラスにあれやったら確実に押し置きされると、押し置きされて10割持ってかれるまであるんで。さあ今度はさあ大昇龍が待たれている。アントビバッチリから、うまいな技の振り方。さあここからこれ読まれてなでは安いぞ。なんで飛び三段でピヨリまであったのに、しかし大足が置いてあった。敗因はあそこの三段ミスですね。あれはちょっと痛いね。さあ、あ、中島さんがお、チュンリー、チュンリー。さあこのカラーケイシンさんの色なんで、ケイシンカラー、この色は強いですよ。まあそうですね。そう投げ投げいいですね。あの垂直は正解ですね。あ、すごい。さあ投げで3割ゲット、おいしい、安い。あそこは中弦まで入れたかったが、ああいいセンスだったがガードされて投げる強気。ああガン押しですね。いやでも正解ですね。変に迷って待つよりかはやりに行くのは正解なんで。しかし今やりに行くという表のタクを見せたのでうまい。垂直からおアントビーバッチリ。さあ中弦チュンリーすごい投げて強いですね。本職、これ本職よりこれヒデより強いんじゃないの。じゃあこれ俺あおさいさん、あおさいさんヒーローは遅れてやってくる。さあ歩きガードがうまいがどうする。ニュートラにしてると溜めてないのがバレるので大勝利。なので返したデイキール。いやこのチュンリー相当強いですよ。さあ青菜さんがさすがに今からはちょっと遅かったかな、ね、残念ですが飲んでて確かに青沢さんちょっと顔が赤い。スト2より飲みを選んでしまったさあここでチュンリー殺しのバイパーさん青きサイクロンが赤いっすね今日は赤きサイクロンあ自分で言った赤きサイクロンになってます。赤きサイクロン赤サイなんか青サイって青サイさんのことを青サイっていうふうに言い慣れてるので赤サイってなんかちょっと違和感を感じますね、うん、さあアントビバッチリこれは三角で押し置き。残りはどんぐらい残ってるんですかね。あとピロシさんのホンダと友田さんのベガと破天荒さんの龍か。あ、そっか、もう1キャラか。あ、ピンクの方ですね。クレジット、はい。おピンク。さあ、ピロシさんのなんか、青サイさん超入る気満々らしいです。赤サイさんが入りたいらしいです。これじゃあ、そしたら先に全キャラ負けた方に助っ人で青サイさんが入る。なんだホンダホークですが酒飲んで青いサイクロンになったらやばいだろ、バラバラバラってきてるんだけど確かにリアル青サイになったらやばいですよ。リアル青サイはかなりまずいですね酒飲んで青いサイクロンこれコメントいいな。さあ、まあ、ある意味 赤きサイクロンは正常というか、まあそうですね、赤きサイクロンで正常ですね逆に赤くならない人もたまにいますけれども、まあ逆に青くなったらまずいですね。まずいですね、いろいろとまずいですね。ゲーセン来てる場合じゃないですね。来てる場合じゃないですねさあ、三角すかしからのどっち、おあれはおなんか珍しい技が見られましたね。フォークの達中系かな、あれは。さあこれはちょっとやりにいけないか。おお、しかしあるのか、あるよ。どうする、上からいって、うわあ、それ返す。今の100巻からの攻めはかなり良かったんですが、多分投げ合いで負けてしまったっていうところか。さあ、この組み合わせ本田がやっぱり有利なんですが、体力取られるとかなり厄介なのは間違いない。そうだね、先にフォークが体力リードすれば。今の危ないですね、今の三角からドスコイやらなかったら多分回されてた可能性すらあったんで。さあゲージがあるバイパーさん、さあこれはさすがに体育俺言っとく。あ、そうか、苗場さんか。 2P はあと残ってるのはシャルさん、ヒデ、苗場さん、あ、結構いい勝負。あと3人、あと3人、あ、いい勝負になってる。3 強キャラ残ってるのがもう強キャラしかいない。4強キャラばかり。これね、開幕順にね下がるの大正解なんですけど、下がりながらも本田がどう動いてるかを見てないと結局こう矢口になっちゃうんで。おお、うまいです、いい体育で、これ完全にこう解説して俺がフラグ出していくスタイルかなきっと。さあ、これガーバーか、よく円柱パンで暴れた。ニュートラはまずいです、本田戦に対してよく必死してた。体育、そう、あれめくり中キックからハッティを即出すると、今のドスコイと相打ちになるんで、ああ、いい連携、どっち、ああ、これはどうする、俺オッケー。さあ、チュンリー2連投。さあ、ヒデ今ね、これこうした方がいいと散々言ってたので、きっと勝ってくれることでしょうとフラグを立てておきましょう。あれ、ここ裏切りのシャルバイソンまあ今日はね、順番決めてないので誰がいつ出てもいいルール、そのルールをうまく生かしていくと言っても、まあ本田は多分チュンリーの方が勝ちやすいキャラですよね。まあバイソンもあと、そうですね、あと 2P はこのシャルバイソンとヒデチュンリー。しっかり見てヘッドを打っていく、冷静です。開幕百列を下がって避けて、ここでオアがオアオアしてオアオアすると。止める、相打ち。ここはね、クレイジーを警戒せざるを得ない。ダメ足に追い詰めてもなかなかいけない。止めて、さあお互いかなり慎重にやってますね。止めて止めて、お互いの突進技を止めて止めて、ああここで投げた。クレイジーはさあ十分削りが間に合った。さあ時間と相手の体力両方しっかりと見ていた。さあ破天荒さんの竜、あと 1P 残ってるのが発展交流と友座ベガ、まあベガか分かりませんがだけですかね。じゃあお互い残り2人というところでかなりいい勝負。波動拳、さあゲージ状況がこれ苦しい。大昇龍が暴発。相打ち、ダメージ差は結構ある。龍はやはりバイソンのゲージがたまる前になんとか体力を奪っていきたいが、ああこれ苦しいですね。ゲージのあるバイソンにはだーにょいぼ、ああ合わせていきました。さあ大将友座さんはあと2人、ノルマ2人です。残りはバイソンとチュンリー。アーメン橋に押し込んでいくが止めて、さあ早々にベガがゲージを貯めていくという展開。あれね、投げとの2択でしたがね。ああさあ後がなくなってしまう。ヘッドを返す。押し込んで押し込んでいくがヘッドで返す。このキャラに無敵技とても危険です。ああうまい、ピヨってない。はああれピヨらないんですね。バイソンだからなんでしょうか。ダウン取って裏から投げ、小径投げ投げ、飛びからダブル2で削って、ああホバーはヘッドで返し投げ返す。うわーこれ強いっすよ。友座さんがもうキレッキレですね。さあ大将戦ですか。大将戦ですね。ヒデチュンリー、さあ開幕はもう気候読みの台形。友田さんもまあチュンリーはきついと思うんですけど、もうやり慣れてるんで、そうですね、相性は悪くても何度もやっているカードでしょう。踏んで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 、さあこれはベガが追い打ち感じない打ち、踏んで、おーあと小パンが残ってた、置いてあった。何を読んだんでしょうか。とりあえず打っとけと、この上がきついんで、そうですね、ベガは上からの攻めがつい、クラゲもきつい、百列もきついですね。百列もきつい、全部きついんですけど、新谷さんも来ましたね。これ青菜さんと新谷さんがそれ本田参議になっちゃうんで本田参議になっちゃいます。さあさあこの友田さんの18番っていうかもう勝負どころの投げですよね。そうですね。おお、さあこれはダブルにこれ勝負をかけた。でカニベガモード当たる。デビリバー当たって投げ、おいしい。これはお手玉から表、まだ出す。どうする、ヒデどうする。これは相当おいしいですね。空振り、あさあ虚しく戦列が空を切ったところにべし戦列誤爆だわ。いやー、友田さんがとにかく強かったと。パパ強えわ。やばいですね今日はねいやー、昨日のリベンジやられたわ、友田さんに。超悔しい。じゃあね、1P 側が勝利です。いやでもね、おめでとうございます。今日もね楽しかったね、みんな。さあこの後も楽しくのじゃやっていきましょうじゃあ 1P 側の皆さん、ちょっと写真の方を撮らせてください。はい、みんな後ろ向きでいいんですかさあ、じゃあ大会の方はこれで終了いたします。お疲れ様です。今のやばいな。フォークのトマホ手がかりをチュンニーがえいって泣いてるんですけど本当にこのキャラクやばい。あ、ちなみに前にシュウさんと対戦してるときに剣の大勝利あるじゃないですか。あれってその先端こう燃えてるじゃないですか。なのに昇竜拳の昇竜って上がってるところをチュンリーが空投げしてるんですよ。赤いモーション見え、赤い手が見えてるのに空投げしてて、俺本当2人してはーってなりましたからね。いや、僕がその大パンこすってるのもその昇竜のチュンリーのパンチって大体センター無敵なんですよ。で、まあ、大勝利の出かかりでも潰せればいいかなって思ってやってたらまさかの空投げになっててシュウさん無事切れてましたね、その時完全に狂ってますね剣の大昇竜のしかも燃えてる部分も見えてるのに投げてるっていう。いや、ない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 。